ワークマンからウルトラライト系のシャツが来た。エアロガードステルスノーカラージャケット、ヤマトミチアンドワンダーっぽい。ワークマンが毎年出してる防虫機能のついたこのエアロガードのシリーズに、最近トレンドを反映したノーカラータイプが出ました。価格は税込み2500円です。シルエットはですね、こういった感じです。やっぱりジャケットっていうのでね、ちょっと大きめ、私は M サイズ着用してます。スリーブがですね、やっぱジャケットっていうのでちょっと太めになってるんで、ここはちょっと残念ですね。登山系のブランドのヤマトミチとかアンドワンダーっぽいですね。はい、ワークマンっぽくですね、ポケットがたくさんついてますね。ここはペン入れになっています。と両方のポケットですね。はい、カラビナフックもね、こういった感じでついております。はい、ナイロンメッシュでですね、通気性も確保されています。はい、生地もこのメッシュと撥水ポリエステルの2層構造なんですが、ワントーンなんですごくスタイリッシュですね。あとパッチンボタンなんで脱ぎ着がすごくしやすいです。はい、しかもパッカブルでですね、こんな感じで小さくなります。カラーはですね、一応5色展開ですが、一応ワントーンでですね、揃えられるこのアイボリーが一番おすすめですね。はい、このエアロガードステルスノーカラージャケット、メッシュで通気性も良く、防虫機能もありますので、夏から秋のシーズンにかけて非常に使いやすそうですね。はい、重さは実測 176g ですね。一般的なシャツが大体 300g なんで非常に軽量なんじゃないでしょうか。同じく登山で人気のですね、通気性も良く軽量なウルトラライト系のシャツと比較してみたいと思います。ではこの、ミレーのアルピシャツ、こちらの重さを測ってみます。はい、重さは実測 150g ですね。なかなか検討してるんじゃないでしょうか。はい、こちらのワークマンのエアロガードステルスノーカラージャケット、通気性も良くてですね、おまけに防虫機能もついてます。おまけに軽量コンパクトでですね、バッグの中にも忍び込ませやすいですね。こちらの方が参考になりましたらチャンネル登録お願いします。